はいどうも、社畜です。本日もあつ森実況やっていきましょう。で、やっていきたいわけなんですが、本日はですね、まずはブーケと話をしていきたい。で、ブーケの家に来たわけなんですが、たまたま家にいてくれてよかったね。お、ブーケ、なんだこれめっちゃ寝てるね。うわ、気持ちよさそうに寝てるな。たまに住民たちってこんな感じで寝てるよね。昔シルビアちゃんっていう住民が自分の島にいたんですが、結構ね、夕方らへんのこの時間帯寝てるんですよ。お昼寝ってわけでもないよね、時間帯的には。結構ガチ寝なんかな。ただ今まで疑問に思ってたことが一つあるんですよ。住民たちってどうやって寝てんだろうみたいな。ベッドがない住民もいますからね。こうやって立って寝てるってことか。めちゃくちゃ気持ちよさそうに寝てるね。さあ、せっかくなんで寝てるブーケに少しいたずらをしていきましょうか。まあ、いたずらっていういたずらじゃないんですが、まあ、ブーケの、まあ、近くでアクションをしていくみたいな。まず押しましょうか。押しても起きないんだね。もしかするとちょっと強烈なアクションとかしたら起きちゃったりするんかな。まあ、例えばなんかあのびっくりしてるやつとか。そう、ガーンだね。これね、起きてる時に、まあ、住民の近くでやると反応してくれるんですが、やっぱり寝てると反応してくれないんだ。ただ音が結構するんで、もしかすると起きてくれるんじゃないかなと思ったんですが、起きてくれないんだね。くしゃみしてもなかなか起きませんね。さすがにこれだけやってると起きてもおかしくないんですけどね。全然起きないね。はい、まあそういったところで結論としては起きなかったですというお話でした。で、ちょっと待って、おい、まさかこれゴールデンアーマーじゃねえか。ゴールデンアーマーはスクワットにあげたんですよ。なんでブーケのところにゴールデンアーマーあるわけ。え、これさ、自力でゴールデンアーマーをゲットしたってわけじゃないよね。まあそうか、もともと持ってたっていうわけじゃないと思うし、これスクワットからもらったってことか。どういうことこれ、ブーケ、まさか2人付き合ってるのか。やべえな、これ2人付き合ってる説出てきたぞ。わあ、社畜ちゃん、起こしてくれてありがとうね。空調完璧すぎてうたた寝してたよ。チェキチェキじゃねえよ。それよりゴールデンアーマーどういうこと。2人で共同生活してるのかもしれませんね。やっほー、あたいにまだ何かよ、チェキまだってつける点がめんどくささを感じるね。うわー、社畜また喋りかけてきたよみたいな。とりあえず何かあげましょうか。ブーケはこの間アミーボで読んだところなので、まだ好感度がそこまで高くないと思うんですよ。だからね、こうやってプレゼント作戦で仲良くなってると。さくらんぼだ、めっちゃいい香り。え、香りっていいんかな、さくらんぼって。実はね、さくらんぼ食べたことないんですよ。ま、味は美味しいだろうけど、匂いってするんかな、どうなんだろう。まあいいや、そういったところでさくらんぼあげていきましょうか。ありがたくもらっちゃうわね、チェキ。さあ、そういったところで、まあ、何かお返しがもらえると思うんですよね。果たして何がもらえるのか。いいものくれた社畜ちゃんにはあたいからのプレゼントがあるよ。ありがとう。やった、プレゼントか。たまにね、お金くれる住民もいるんですよね。お金くれる住民とプレゼントくれる住民で分かれてるみたいです。まあ基準については分からないんですが、お金であれば確か650ベルでしたね。何何、社畜ちゃんのポケットパンパンに物が入ってるか渡せないじゃん。え、なんで知ってんの。なぜバレたし。普通さ、渡してから気づくもんじゃないの。まさか俺のポケットの中見たのか。そうだ、後で家に送っとくね。楽しみに待っておいて。マジでありがとう。へえ、そういうことなんだ。荷物がいっぱいでも手紙で渡してくれるんですね。これはありがたいね。そして手紙の内容も気になるな。次回のパートで見ていきましょうか。そして今ブーケの家に来てるわけなんですが、相変わらずラブリっぽい雰囲気がしますね。猫足バスタブか。これもね、飛び盛り時代にブーケがお気に入りだったんですよ。いや、なんか懐かしいな。飛び盛り時代もブーケが自分の村にいたんですよね。あたいビーチバレーが大好きなんだよね。あ、そうなんだ。社畜ちゃんも一緒にビーチで盛り上がっちゃおうよ。ビーチで盛り上がっちゃおうよって言われても、今の時期
まだちょっと寒いんじゃないかな。まあ確かに暑くはなってきてるけど、海ってほどの季節ではないよね。まあ今年の夏はかなり暑そうだから、まあまあまあ、ありっちゃありなんだけど。さすが社畜ちゃん、ノリが良くて最高。じゃあビーチバレーやるか。だけどビーチバレーって楽しそうだよね。試合の時はお気に入りの水着を着るつもりなの。波打ち際で大騒ぎすれば小さな悩みなんて吹き飛んじゃうかも。チェキってか、試合って言うほどのクオリティなのかどうか分かりませんが、やる気満々やな。小さな悩みなんて吹き飛んじゃうか。まあブーケってあんまり悩みなさそうな雰囲気がありますけどね。何々、あたいとアイドルごっこでもしたいの。ねねちゃんか。君はクレヨンしんちゃんでいうねねちゃんみたいな感じやな。別にリアルおままごとしたくないのに誘ってくるみたいな、したそうみたいな感じでね。そんな感じじゃなかったっけ、ねねちゃんって。そして何何、社畜ちゃん、どっちがあたいに似合うと思う。あー、服かな。どっちの服が私に似合うみたいな。スキニージーンズ、フレアスカート。いや、どうなんだろう。まあスカート、まあ、似合いそうだけど、ジーンズも似合いそうだよね。そっか、ひらひらのスカートもいいけど、パンツスタイルもかっこいいよね。パンツスタイル。だけどブーケさ、パンツ履いてんのそれ。だから上半身は着てるんですが、下半身何も履いてないように見えるんだけど大丈夫。動物の森の住民たちって基本的に下履いてくれませんからね。履いてくれたらコーディネートの幅もぐっと広がるんですが、履いてくれないってのがちょっと悲しいよね。さあ、そういったところでブーケの家を後にしましょうか。いや、結構長居したね。どれぐらいブーケの家にいたんだろう。多分7、8分ぐらいいたんじゃないかな。はい、まあそういったところでね、続きやっていきたいわけなんですが、ニッシーって家いんのかな。あ、いないんか。遊びに行ってるよ。どこに遊びに行ってんだろう。スクワットもいるかな。ちょっとスクワットのところ行ってみる、ね。そもそもなんでゴールデンアーマーがブーケのところにあるんだ。あれ、まさか自分があげたやつをそのままあげたってわけじゃないよね。まあちょっとね、経緯がわからないんですが。ちなみにここからブーケの家とスクワットの家を往復することもできます。まさかあそこを通ってスクワットがブーケの家に通ってたのか。あそこね、こないだこっそり作ったんですよ。ただあんまり使わないからいらないかなと思っているんですが、まあ、スクワットがブーケに会うために使ってるんだったら残しておいてもいいかな。あ、ちなみになんですが、ここら辺もこの間開拓しました。いやー、こんにちは、ダノラ、ヨーダノラ。相変わらず大学生みたいな服装してんな。なんか大学ってさ、こういう感じの服装の人多いよね。チェック柄のやつとか。チェック柄のシャツが量産されますからね。ウホホ島ってお散歩で一回りするとお腹がすくちょうどいい大きさだよね。どういう例え方や。ただ偏見かもしれませんが、ダノラって大学生って感じがするよね。動物の森大学とかあったら普通に通ってそう。斜めの道しるべをお外に置くなんて面白いことするよね。ちょっと待って、どういうこと。普通道しるべって外に置くもんだよね。家の中に置いたらさ、もはやそれ道しるべでもなんでもなくない。まあダノラの頭の中では家の中で置くものだと思ってるかもしれませんが、これは多分ね、外置き中心になると思うよ。むしろ家の中で使ってる人一度も見たことないんだけど。僕お散歩のついでに毎日見に来ちゃいそうだよ。毎日見に来るって、そんななんか観光名所みたいな感じで言われても困るな。それだったらさ、横におしゃれな滝を作ったからそこ見てほしいよね。いやー、それにしてもダノラうちの島に溶け込んだよね。花の匂い嗅いでる、かわいい。お、今度は走り出したぞ。出たー、その走り方。なんかよくわからないけど、今作の動物の森こういう走り方するよね。しかも満面の笑みで、楽しそう。俺も混ぜてほしいな。自分たちもこういう走り方できたら面白いのね。はい、ってことで次は1号のところでも行くか。ここら辺もね、前回、いや前回じゃねえわ、3パート前ぐらいに発展させたんですよね。ただ完全にまだ家具は置ききれてなくて、これから家具をね、どんどん置いていこうと思ってます。まだね、未発展な部分が多いからな、右のエリアは。お、ダノラめっちゃ怒ってるじゃん。ダノラプンプンやな。そう、さっきね、間違えて押しちゃったんだよね。
そんなに押してなかったんですが、めっちゃ怒ってんな。ただ怒ってる姿も可愛いよね。お、ユーカリちゃんいる。で、スクワット。よう、おめえか。しかし元気だね。ちょっと、お前まさかブーケにゴールデンアーマーあげてないよね。これはどういうことか問い詰めないといけないわ。まあ、とりあえずお話でもしていきましょうか。たぬき商店ってよ、これといって欲しいもんがなくてもついつい足を運んじまうよな。おい、やめろやめろ。これといって欲しいもんがないとか言うなって。しかも豆粒商店じゃねえわ、たぬき商店すぐそこにあるからさ、豆粒たちがブチギレるよ。あの二人がブチギレることってあるんかな。だけどあのお店いろんなもんが置いてあって面白いだろ。まあ品揃えに関してはちょっと怪しい部分があるけどね。ちょっと見て回るだけのつもりが気づいたら予定外のもん買っちまう。それは多分君の性格じゃない？まあなんだかんだでうちの島で商店であそこしかないから助かってるっちゃ助かってんだけどね。はい、まあそういったところで本日の動画この辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録を済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をしてこれからも見ていただければ幸いです。あとはですね、島訪問専用の再生リスト、こういう日常系動画の再生リストもございますので、もしよろしければそちらの方もご覧いただければと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。